こっちに来たと思ったんだから。二手に分かれましょう。そうだな。早く食堂行こうぜ。
しました？お昼ご飯、まだですね。では、作りますね。今日はカレーピラフにします。でしたね。先生たちに見つかったんですよね。先ほど先生が来て、怪しい人が来なかったか聞かれたので。思っただけです。できました。どうぞ。私が好きでしていることですから。
美味しそうに食べてくれれば、それが一番のお礼になっています。はい、十分です。死んできて、暖かくて、だから桃さん、はい、皆さんは何を考えていましたか？すごく遠い目をしていました。悩み事ですか？話すことで楽になりますか？
昼休み終わってしまいました。明日なんですけど、また来てもらえますか？その、ぜひお願いします。先生に見つかると、智也さんが大変なのは分かっているんですけど、来てほしいんです。ありがとうございます。でも、あまり無理はしないでください。昼休みには来てたよ。あんな空気の中に入っていけるわけないだろ。ちょうどユキネちゃんがお前の膝に頭乗せたあたりだね。ちっくしょう。
てるからだって分かっててもジェラシーだ。っていうか、あんなの生で見ちゃうとさすがに心配になってきちゃうよ。お前がユキネちゃんの弱みにつけ込んでいつか狼になっちゃわないかってさ。それもそっか。明日って何なんだろうね。お前が変なことしないように気を配ってただけだよ。結果的にはしなかったね。ま、僕なら多分我慢してなかったと思うけど。何を我慢しねえって？え？あ、どこっすか？ここだ。昼休み始まって速攻できて、ユキネと話してたんだけどよ。いきなり閃光が来たもんだから隠れたんだ。そしたら次におめえが来て、昨日みてえな空気作りやがって。また出られなかっただろうが、タケオ。
ユキネもユキネだぜ。完全に俺のこと忘れてやがった。何を我慢しねえんだ？あん？それはですね、おめえちょっとこっち来いや。あーちょ、引っ張らないで、服破けちゃうって。そっち窓っすよ。痛いってことは生きてるってことだよね。おめえも明日来るんだな。今日みてえに先行に追い回されるような間抜けなことすんなよ。
なんだ、あからさまにがっかりしたような面しやがって。大方、俺だけ特別に呼ばれたわけじゃないとかって考えてんだろ。だと思うぜ。明日呼ばれるってのは部外者にしてみりゃ特別だ。クリアわかる。ユキネも今日はもう来ねえだろうしな。じゃあ明日な。ああ、悪い。踏んづけちまったな。いてててて。最低よ。助けてくれてもいいだろ。少しは起きろよ、友達だろ。そこ笑うとこっすか。泣くぞ。今さら慰めなんていらねえよ。あんた血も涙もないっすね。冗談だったのか。
知るわけないだろう。お前もう定額解けたのか？
ありがとうございます。お昼ご飯食べますか？何かリクエストはありますか？はい、わかりました。中身のチキンライスはいつもの冷凍物になってしまいますけど。初めてここに来た時オムライスと言ってたので、次言われた時作れるようにと用意してました。食べたいと思った時に言ってくれれば、それが一番美味しい時ですよ。ですよ。ちゃんと家に持って帰って、その日のうちに食べていますから。まだ若いから平気です。できました。まだ食べてませんよ。召し上がってください。
ご飯を食べたらお願いしたいことがあるんです。おまじないです。はい、その一人ではできないものなので。それもいいですね。今日のは少し違います。元気玉の方が100倍くらいマシだと思います。その分効果てきめんです。もし嫌なら断ってくれても構いませんので。お粗末様でした。お願いします。
たいにギュッてしてほしいんです。そして一緒に目を閉じて、前を向いて前を向いて前を向いてと3回心の中で唱えるんです。今日一日強くいられます。どんなことがあっても自分を見失わず、取り乱したりしないでまっすぐ立っていられます。頑張れるんです。お手伝いしてもらっていいでしょうか。いいんですか。心の中で心の中でさっきの言葉を3回唱えてください。
早退です。これから行くところがあるんです。そこにはトモヤさんにもついてきてもらいたくて。それで今日は来てほしいとお願いしました。お墓です。命日なんです。すみません、こんなことをいきなり言ってしまって。ですか？え？したか。邪魔して悪いんだけど。そんな真剣な目で睨むなよ。そのさ、そろそろ時間だよってこの人が。
そういうことだ。ユキネ、そろそろ行くぜ。はい。お前、何気に命ギリギリの綱渡りしてるよな。僕さ、昼休みの途中から窓の外にいたんだ。ちなみに、あの人は僕より前にいたぜ。人間ってさ、石を握って潰せるもんなんだね。おう、ユキネ。あ、新井さん。ゆきちゃん。草刈さん、ここで待ってくれていたんですか？ああ、一緒に行こうと思ってさ。はい、一緒に行きましょう。これ、あいつが好きだったお菓子。ありがとうございます。すごく喜んでくれると思います。
うね。なんか僕たち、そんな中に混ざってていいのかな。備えてもらえますか？
話を聞いてくれますか？私の家族の話です。私には兄がいました。兄は家にいるときはいつも両親と喧嘩をしていました。家はとても厳しく私たち二人を育てようとしましたので、それにずっと不満を覚えていたんです。どうして親の決めた道を歩んでいかなくてはならないのか。もっと自由でもいいはず。道はいくらだってあるはずなんだから。反発していたんです。私は親の言いつけを守って習い事をして勉強をして育ちました。兄は大きくなるにつれ乱暴に、私は大きくなるにつれ礼儀正しく、まるで鏡合わせのように育っていったんです。そんな二人でしたが、私と兄はとても仲良しでした。恋人同士みたいに。そして兄は高校に入るとたくさんの友達ができて家に帰ってこなくなりました。世間は指差し、こう呼びました。不良と。でもたまに会う兄は生き生きとしていました。家は最悪だけど外は楽しくて仕方がないと、そう言っていました。仲間がたくさんできたんです。兄には、世間からどう言われようとも兄は彼らを誇りに思ってたんです。私は兄の友達には会いませんでした。当時の私は本当に普通の女の子で、そういう方たちが怖かったですから。兄は自分で自分の居場所を見つけて気ままに暮らしていたんです。
その時の兄は感動同然で。両親と会うと喧嘩の種を作って出ていくようになっていました。だから兄は両親とも会わないようにして暮らし始めました。でも私だけには会いに来てくれました。そしてお土産にお菓子をたくさん持ってきてくれました。家にいては食べられないものばかりでした。虫歯になるほど食べました。二人で過ごす時間はとても楽しいものでした。私が作ったお弁当を二人で食べたり、兄の膝枕で眠ったり、とても楽しくて、そして安心できました。でも、そんな時間も長く続きませんでした。兄は事故で帰らぬ人となってしまいました。その時も仲間の誰かをかばったんだそうです。両親は、あんな奴らと一緒にいたからだ、と、そう嘆きました。その時の私には、よくわかりませんでした。何が正しかったのか。ただ、兄は立派だったと思いました。葬儀には兄のお友達がたくさん訪れました。色とりどりの格好で態度も悪くて、それでも兄の前でだけは真剣な目をしてました。泣いてる人もいました。彼らは本当に兄と深い友情で結ばれた仲間だったんです。私は勇気を持って声をかけました。宮沢和人の妹ですって。少しだけ話をしました。そして私は彼らが失ったものの大きさを知りました。そして大好きな兄と共に生きてくれた人たちの
に開いてしまった穴を埋めたいって。その時思いました。だってその人たちはみんな兄と似ていたからです。向こう水で乱暴で素直じゃなくて、そして他人のために無謀になれるほど優しい人たち。私には同じに見えたんです。でもそれは思っていた以上に困難なことでした。だって私は普通の女の子で、それ以上の力を持たない無力な存在でしたから。私は兄がいた場所に通いました。そしていろんな人に話をして回りました。何度も突き放されたりしました。怖い思いもしました。みんなの分の手袋を編んでプレゼントしました。冷え込む夜には温かいおしるこを振る舞いました。みんなには甘すぎて不評でしたけど、クリスマスになると手作りのケーキを配って食べてもらいました。私は一人だけサンタの格好で、浮いちゃっていましたけど、それでもみんな食べてくれました。話に相槌を打ってくれるようになって、ごちそうさまって食べた後に言ってくれるようになって、また来たのかって声をかけてくれるようになって、私の周りに人が集まってくれるようになりました。
ても暖かで、そこはいつしか私にとって心が休まる場所になっていたんです。私のもう一つの居場所です。私は今、たくさんの仲間に支えられているんです。これで私が不安な気持ちでいたら、皆さんに申し訳ないです。こんなにたくさんの人に支えてもらっている幸せ者、きっといないですから。しんみりしちゃいましたね。でしょうか。はい、ぜひともお願いします。
女の子ってのは気の強いやつほど実は寂しがり屋なんだ。そうなの？ああ、だから甘えさせてくれるような包容力のある男に弱い。ま、分かりやすく言っちゃえば僕みたいなやつだね。そうなの？もてあそばれてもいいから女の子と付き合いたいっす！今日は創立記念日。おまじないがあります。え、なに？彼女ができるおまじない？どうでしょう。でも相性を良くするおまじないのようです。どうやるの？まず相手の両肩に自分の両手を置きます。岡崎、ちょっと試すから手伝ってくれ。それで次は？相手に目を閉じてもらいます。だってさ、そして自分も目を閉じます。うんうん。そのまま顔を前に移動させて、
じたまま上手にキスができれば、二人はバッチリ幸せだそうですよ。危ないです。あ、注意書きに恋人同士のおまじないと書いてました。僕はまだその世界にはいないっす。かあ、いっててて、鼻っ面は効くな。なんか目の奥の方でチカチカするよ。